今ローソンでですね、このゴディバとね、これローソンがコラボして、ホットチョコレートっていうものを売ってて、これ380円で結構高いんですけど、コンビニのものにしては。ちょっと買ってみましたら、美味しいです、これ。非常に。なんかホットチョコレートって、なんか当たり外れめっちゃ激しくないですか。ね。ほんと外れみたいなのに当たると、チョコをお湯で溶かしたんかみたいな、なんかこうほんとチョコ風味のただただ甘い液体みたいなものが出てきたりすることあるじゃないですか。で、やっぱなんかね、ホットチョコレートこそ本当になんか、うまいとまずいの差が激しいんでね、ちょっとビビりますよね。ロシアンルーレット感あるんで。ただ今回は、まあ、ちょっとゴディバっていうね、こうお墨付きがあったもんですから、まあ、ちょっと買ってみましたら、まあ、380円という値段もあってね、まあそんな下手なもん出てこないだろうと思ったら、まあ期待通りの美味しいです。これ本当にチョコレートの味するし、チョコレート飲んでるっていう感じで、またココアともちょっと違う、ホットチョコレートの、美味しいですね、これは。ただまあよく言えば僕の好み的にはもうちょい甘さ控えめが、もうちょっとビターな感じが良かったかなと。まあそれはもう好みの問題ですからしょうがないですけどね。まあなんかよろしければどうでしょう。いいんじゃないですか。合わせてこういうものも買いました。キシリトールタブレットです。ちょっともう砂糖を控えてるんで、減塩ならぬ減糖というかね、こういう歯にいいものをね、ちょっと摂取しようと思ってました。これも200円くらいして意外にいい値段するんだなと思って、値段ミスにポンって買ったら、200円グミ2個分みたいな。まあ前置きはその辺にしてですね、古着屋が前回リリースさせていただいた古着屋、ありがとうございます、好評いただきました。運動着売れたのがすげえびっくりした。もうあれ完全に僕はネタ、まあ皆さん分かってらっしゃったと思うんですけど、あの感じから言ってどちらかというともうネタなんですよね。あれを売るっていう日で出してなかったし、まさか売れるとも思ってなかったんで、運動着1万っていうね、まあクレイジー出品だったんですけど、あれはでも面白かったですね。でもなんかおそらくあれを買ってくださった方は、服を買ったんじゃないと思うんですよ。服じゃなくてネタを買ったんだなと思ってるんですよね、僕は。あくまであれは実用品としてのね、服、着る用のための服よりも、それを買ったっていうネタとか、思い出とかね、なんかどっちかっていうとね、もうそっちじゃないですか、そっちにお金を払ったっていう感じがしてまして、まあなんか、ことですね、ものじゃなくてことだなと、ネタを買ったんだなというふうに、僕は解釈してますけど、でもなんか、他のアイテムも含めてね、よかったです。ありがとうございます。ただまあ、やっぱね、やってみて思うんですけど、やっぱね、仕入れが命なんですよ。まあこれ何でもそうなんですけど、セレクトショップもそうだけど、古着屋もやっぱそうで、で、もっと言うと仕入れ先をいかに確保するかみたいなところがすごい重要だなっていうのを学びました。やっぱやってみてね。どっから仕入れてくるのかとか、どっから掘り出してくるのかってことですね。そこはね、ちょっと僕、今後やっていくにあたって課題かなと思いますね。いかに、仕入れ先を確保するか。しかも一個じゃ微妙だと思うんですよ。何箇所か
なんか確保できたらなぁと、それできたらもっと面白いかなと思いますし。そういうことができてくると、多分おそらくもうちょっと値段下げてとかもできたりすると思うんですよね。まあなんか今回もね、高いとかぼったくりだとかいう意味わかんないコメントあったんですけど、まあなんか別に、まあ売れてるんでいいんですけどね。まあなんかあれに高いって傷つけられたらもう、どこで服買ってんのとか思っちゃうんですけどね。それこそ GU でしか買えねえじゃんみたいな。ね。いや、あれでちょっと高いって言われちゃったらごめんなさいですね。僕もそれはちょっと、もし、できないっていうか、うん、ボランティアじゃないんで、ボランティアじゃないんでね、うん、そんな、ね、あれじゃないんで、あくまで僕もその古着屋ですから、ビジネスとしてやっていくんで、それで売れて、売れた売り上げがまた次の仕入れの代金とかに繋がっていったりとか、もうちょっと面白いものを仕入れてみようかっていう風になっていくので、なんかもうあれにケチつけちゃって、もうちょっとね、別にケチつけるやつは買わないやつなんで別にどうでもいいんですけど、なんでまあ僕もね、もちろん努力はしますし、もうちょっとなんかね、それこそ仕入れ先とかをもうちょっといいとこ見つけて、でなんかね、それこそ穴場とか見つけられれば、それはそれでもうちょっと値段下げて、お出しできるものも増えてくるでしょうし、うん、やっぱ仕入れ先がね、めちゃくちゃ大事だなというふうに思ってる中で、やっぱね、海外とかで仕入れ買い付けしていきたいなーっていうか、なんか結構僕アジアとかね、結構チャンスな気するんですよね。お宝が眠ってるか、掘り出し物が結構多いんじゃないかなっていう印象で、しかも安くね。だからまあなんかね、韓国とか、まあ、中国はどうかわかんないけど、なんかそういうアジアのね、国に行って買い付けてくるっていうのもなんか面白いかなとか、あとはね、ロシアとか行ってみたいよね。ロシアとか。ロシア行ったことないんで。ちょっとこれを機にね。じゃあロシアで古着買い付けてきましたとかも結構面白くないですか？ね、なんか願わくば、なんかロシアの軍物みたいなのが、なんか、まあ、僕軍物全然詳しくないですけど、でもなんかこう、面白いかもしれないし、まあなんかパリはね、出張で行ったりするんで、まあその時の、ね、機会を利用して、なんか買い付けてこれれば、それはそれでね、パリで買い付けてきましたとか、結構面白くないですか？ねえ、うん、なんかそういう意味でも、うん、なんかまあ日本国内のみならずね、なんかこう海外から仕入れてくるみたいなことやりたいね、やりたいなと思って、だから来年はそういう働き方をしたいなというか、だからもうそういうことするためにはもうそもそもちょっとなんか働き方というか、まあなんか体制みたいなとこから変えていかないといけないというかね。今はちょっとお店に缶詰みたいな状況になっちゃってるって、あんまりこうね、ポン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 好きな時に、ああ行こうとか言って、ポッと行けませんから。ちょっとそこからね、来年はちょっと挑戦、チャレンジして、なんかできたらなーっていうか、やりたいなーって思ってます。で、その仕入れのね、過程とかも全部動画にしたら面白くないですか？ねえ。買い付け編ロシアとかね、買い付けロシア編とか言って、ああ、ロシア来ましたとか言って、ああ、みたいな感じで、こう、旅動画半分、ね、こういう古着がありますとか言って、やったりしたら、それめちゃくちゃおもろいやん、みたいな、ねえ、超面白くないみたいなね、ことをもう頭で考え、そういうことやりたいなーって、思ってますけどね。ちょっとやりたいな、来年。まあそのためにはいろいろね、クリアしなきゃいけない課題が、あるんですけど、まあ、うん、今ちょっと頑張って、やりたいかな、とか、思ってます。まあ引き続きね、楽しみにしていただければな、と思いますし、まあ本当買っていただいた皆さんありがとうございます、本当に。まあちょっと不定義はがあるかもしれないです。まだちょっと慣れてないですし、いろいろね、僕も、あっちこっち、あれこれあれこれやりながらのね、それだけに集中して、古着屋だけ集中してできるっていうわけじゃないんで、なんかちょっとまあ、発想がちょっと遅れてしまったりとか、ちょっとなんか、ね、まだ慣れてない部分で、ご迷惑をおかけすることもあるかもしれないんですけども、まあちょっとそういうところもね、含めて、まあ今後も頑張っていきますんで、まあよろしくお願いしますと、思ってます。なんかもっと、なんか面白いもの、
見つけてこれればなと思ってますんでね。うん。